力すぎてマジで何事に対しても無気力なんです。水没ね、生きてるんですけど怖いよね。昨日ちょっと危なかった。この洋服好き？フーズ風そういう表情の、もう急に来た向き。でもね、別に何明日はね、そんなにいないかな、だからな、そうだな。辞表終わってからまだショールームしてなかったっけ？してなかったっけ？あれ、してなかったっけ？してなかったっけな。しない気がする。マジ？今日もね、そんなに長くしないつもりだったんだ。ティフはユリイカが一番あれかな、自分の中でセンターだったんで。自分の中でユリイカは加入する前にめちゃくちゃ MV 見てて、そうだからめっちゃ嬉しかった。あの日のビデオ、そう、自分の中でもね、あの日めっちゃいい感じだったんですよね。だから嬉しかった。でも本番前に油淋鶏丼みたいなの食べたんですけど、それがお腹に行きすぎてやばいやばい、ハクハクのやばかったんですよね。そう、でも一曲でもセンターいただけたのは嬉しいですよね。なんかどんな顔してたかも覚えてないんですけど、久しぶりにストレートした気がする。あとはだってだっては初めてやりましたね。あの振りは覚えてたんですけど、結構前に。でも披露する日がなかったんで初めてでしたね。グローイングアップもやったんですけど、グローイングアップまさか自分がやると思ってなくて、そのなんかね、今日家から一歩も出てない気がする。今日も昨日ご飯食べ結構食べちゃったんですよね。よっしゃ、明日から頑張ろうと思って今日の朝と夜はヨーグルト食べました。いつも通りのコーンフレーク入れて蜂蜜かけて、のね、特別これ外れちゃった。あ、明日ですね。うん、そう、めっちゃ、今日涙袋バッチリ。そう、今日あれなんですよ、涙袋いつも
何やっけな、バミメロのオレンジ使ってるんですけど、今日は、まあ、ちょっとそれも入ってるけど、Bアイドルのブラウンの中の右下と左下使ってて、アイシャドウも Bアイドルのブラウンです。めっちゃキラキラしてるの。確かに今日Bアイドル初めね、あのあれ欲しい、ブラウン系のやつ欲しい。前髪そうパッツンなんですよ最近。なんかこれが落ちて全然つかない。嘘、オレンジめっちゃ一番使ってたけど落として壊してしまった。30分ぐらいまでします。めっちゃ顔丸いんですよね。でも昨日食べたものもせいですよね。顔パンパンなんです今日。ここが何かふとさパンって思う時になんていうの、 TikTok のさ動画をさ何個か非表示にしちゃった。決してないけど、あっち、昨日はしゃぶしゃぶタレ食べました。めっちゃ顔に出るんですよね。顔とでもお腹もやばいです。しゃぶしゃぶを食べに行きました。いつもしゃぶしゃぶ、ほんまは韓国料理を食べに行こうってなったんですけど、いつも通りのしゃぶしゃぶになってしまった。あと今日はね、アディダスのマスクが届いた。妹がなんか頼める、おぼけなんか新しい。アディダス。ん？違う。ん？アディダスか？ん？ミズノやっけ？すげえ。すげえ。中身ちゃんとしてる。まだ使わんからしまっとこ。見てないのこれ。太鼓肉、お、待ってます。肉はごまだれ、野菜はポン酢。あ、わかるかもしれない、それどっちもいけるけど、どっちかといえばそうかもしれない。なんかごまだれはすぐお腹にたまる。ダンサブルのマスクとかもあるよね。自分見てないんですけど、ピアス安全ピン、あ、安全ピンです。あん、でも安全ピンっぽくないかも、あんまり安全ピンやけど、いや、あれやね、本物ちゃうで、ピアス用の安全ピン安かったから。そう、安全ピンちっちゃいなと思ってたんですよ前。これめちゃくちゃちっちゃくてつけてる感なかった。ダンサブルグッズ届いた。お、いいね。前髪超えたくなってきた。
イコン、あの野菜、野菜の葉っぱの部分って視界横、大根、人参。今日21時からアリちゃんがショールームやるよ。隠しとこ。お城はね、まだ結べない。全然結べない。あ、やっぱマジで今日まん丸やな。全く結べない。誰か元気をくださいいつも私が言う。たまにあるよね、そういう時。ま、顔丸る時ますます恥ずかしい。それな、でも今日あんま食べてないから明日顔面にどう出るか。どうしたの。あ、別に何があったとかじゃないんですよ。たまに来る無気力、虚無感です。逆に昨日めっちゃテンション、昨日テンション高かったか。いや、そう、おとといのほら、でもね、一人っていうのもダメなんだよね。誰かと会ったらね、それなくなる。誰でもそうかもしれないけど。元気さん、でもそう、あのね、そう、ハイテンション上がるとか言ってるけどねそんな毎日安定ハイテンションなわけないからね。気が本当にないんです。最近ね、でもね、すごい二重の感じでずっと安定してる。でもね、妹に今日なんか二重感じやわって言ったら、うちそんなん、そういう二重嫌いって言われた。知るかって言って。妹は奥二重が好きだし、明日のケーキ、何ケーキ？チョコケーキ、アイスケーキ、スフレチーズケーキ、ビクドチーズケーキ、バナナケーキ、タルト。妹はね、奥舞台だからやと、うん、妹はね、奥舞台なんですよ。私も2年前 NMB 入った時は奥舞台でしたね。なんか知らんけど、多分お肉の問題、目の確かに何も決まってない。だいぶでもね、鼻の血は良くなってきたんですよね。多分なんかもっと悪かったんですよ、この間のね。なんか知らんけどちょっとマシになった。パックかな。今日雨降ってるじゃないですか。外出てないからどんぐらい雨降ってるか全然分からない。目のお肉すごかったんですよね、昔。ちょっとクッションファンデはね、ミシャ使ってます。目のまぶたのお肉がやばかったんですよ。
こう太ったら目に乗るから奥二重とかになるんですよ。ちょっとめっちゃ寒いですよね。家でもさこれやのにさめっちゃ寒い。これでもでも中にあんま着てないからかな。ミシャいいよね。ミシャ初めて使ったけど多分良い。カラコンもね新しいの買おうと思ったんですよ。他の種類の私いろいろ試したいタイプなんで。でも結局いつものやつにたどり着いた。私が一番わら、あ、色によるかも。茶色でおすすめなのはトパーズのデートトパーズがマジでナチュラルなのと、あとは茶色、茶色な、いろいろ使ったことあるけど茶色な。私はでもそのデートトパーズがめっちゃいいなって思った。でちょっとなんかぼやっとちょっとでもふんわりした雰囲気になれるやつはこれかな。バンビシリーズのヴィンテージのグレー、なんだっけ、なヴィンテージグレーや。ヴィンテージグレーがいろんなメンバー結構使ってるんですよね。めっちゃいいんです。なんか周りぼかし縁なくて、私縁ないのがいいんですけど。この間レイコちゃんがよく同じカラコン使ってるの気づいたな。なんか目見たらわかる。なんか大体なんか同じ感じかなと思う。グレー系ですね。でもちょっと私うん青みあのグレーかな。でもあのモラクのまあの1ヶ月がいいんですよ。やっぱり毎日使うってなったらそれはモラクのミラーグレーはよく使ってました。でも結構ちっちゃめなのでこんぐらいちょっと周りに黒みよりちょっともうちょっと大きめのちょっとでもぼやっとした縁の感じが私は好きなの。縁ん水ちょっと潤い水っぽさが私は好きなので私はナチュラルだったこれで。舞台の時とかこうちょっと大きめに見せたいなっていう時はトパーズのマジで緑色のやついつも忘れない。ラピスラズリじゃなくてそれ青いつもね忘れるんですよね。トパーズの緑のやつですそれは公演とか舞台とかそういう遠くから見たときにちゃんとなんかあちょっと目大きいなって分かるぐらいのやつ。あペリドットそれですそれはほんまにちょっと大きく見せれる感じのカラコンなのでそれは結構舞台なんか種類んそのなんか例えばコンサートとかそういうので結構分けたりはしてます。うん、あと何やろな。レビアのあレビアこの間茶色で使ったのがレビアのなんだっけな。レビア使ったんですよ。なんだっけな。レビアのね忘れました。レビアカラコンとねあのん違うシアーセーブルかな。シアーセーブルな気がする。うんシアーセーブルだね。シアーセーブルめっちゃ良かった。なんかめっちゃナチュラルの茶色って感じでめっちゃ良かった。ですかね。私でも大きめのカラコンが苦手なんで
いつも少し小さめの黒目よりちょっと大きいから、もうこれはそんななんですけど、これもちょっとでかいかなぐらいナチュラルなやつ、あと色色素薄めの買ったりします。うん、めっちゃナチュラルなのが多い。そうメイクとか、メイクしめそう。すいません。大丈夫や。一回出たらもう一回出そうなるけど大丈夫やった。こんな感じです。あと5分ぐらいで終わるな。いまだに地雷7本割りの6画面。嘘やろ、やめといた方がいい絶対。私がつけたら下見なくなる。マジで。うちもだから嫌やね。もう大きいのほんまに気持ち悪い。なんか宇宙人みたいになっちゃう。です。またツイッターあげますね。なんか写真あるかな、あげる写真探します。なかったら、まあでもあげようかな。なかったら、ね、目、あの漢字で目って書いてそう。あのあれな、芽生える。周年校そのためだ。やばすぎ。あ、そうそう、その目。この間ランちゃん誕生日だった。そうそうそう、ちゃんとお祝いしましたよ。ん、昨日、今日、昨日か、昨日やな、お祝いしました、ランに。でもランはほんまに、多分ランが一番高校生の中で一番最初に喋った子やから、三次審査終わってすぐ話しかけに行った子やから、ラン。でもね、周年とかコンサートの髪型は、でもショートがあんまりいないじゃないですか。だからどこでも分かるようにいつも通りの多分巻き髪にしようと思います。私はもう安定だと思っておいてください。みんなみたいにね、いろんな髪型しないよね。去年もそうやったけど、そう、まあ楽しみにしててください。当たった方はね、現地で結構ね、3つとも当たってたりとかね、2つ当たったりとかが多くて、すごいすごい。なんかああいう大きいところでのライブって久しぶりじゃないですかね。次世代しか当たらない。いやいや、でも次世代はね、でもね、普段とはなんかできない感じのこともやったりしたりすると思うので、楽しみにしてください。そんな感じでそろそろ終わろうと思います。スマホ準備します。マジで昨日なスマホできんかな、ほんまにどうしようかと思った。スマホを充電できなくて、できるんですけど、な、緊急時以外はやめてくださいみたいな、なんか出たんですよ。液体が検出されましたみたいな。だからできなかったんですよね。そう、だから今日の朝10何パーの状態でやりました。はい、ではそろそろ終わろうと思います。ではランキングをやめます。では13位がチロボンダさん、ありがとうございます。12位がもちお、ありがとうございます。11位がニシム、ありがとうございます。12位がマツンさん、ありがとうございます。9
9位がターボーさん、ありがとうございます。8位がユンちゃん、ありがとうございます。7位がまこちゃん、ありがとうございます。6位がはるちゃん、ありがとうございます。5位がプントさん、ありがとうございます。4位がゆみちゃん、ありがとうございます。3位がかなぴ、ありがとうございます。2位がすひらさん、ありがとうございます。1位がウォンボルさんかな、ウォンボルさん、ありがとうございます。ただ名前が見せたで、最後にかけていつも変な感じなんですね。でもなんかでもこれ今最初の始まってすぐめっちゃテンション低かったんですけど元気出ました。すごい目開いてるもん今。さっきね開いてたけど開いてなかったんだ。ライムすいません、本当元気になりました。ありがとうございました皆さん。ではまたお会いしましょう。バイバイ。短かったけどありがとうございます。マジで涙袋キラキラだけど大丈夫そう。バイト休憩間に合ってよかった。あ、ありがとう。またね、いつやろ。全然次やつらいつやるとか全然決まってないんですけど、いつかやろうと思います。またね、ありがとう。